庭園は、新国海軍の戦艦で、庭園級の一番艦。同系艦に、鎮園がある。本艦は、鎮園と共に、ドイツに発注され、ブルカンシュテッティン造船所で建造された、新国海軍の主力艦である。契約後の1883年には、偽装が終了し、開港を残すのみとなっていたが、日仏戦争の影響で、ドイツが中立を保ったため、 戦争終結後の1885年10月に収益した。装甲及び武装は、同じ造船所で建造された、ザクセン級装甲艦、ザクセンをもとに設計されており、庭園級戦艦はその小型版ともいえ、類似する設計が多い。収益後は、新国北洋水師の機関を務め、1886年には、G を兼ねて、朝鮮、ロシア、日本を歴訪した。 日本訪問の際には、その強大さと船員の乱行から、日本社会にとって大きな脅威として受け止められた。日清戦争が勃発すると、公開開戦9月17日に参加したが、手法による砲撃中、環境が崩壊、司令官、低助将も負傷指揮能力を失った。その後、159発の命中弾を受けるが、 死者17人負傷者38人を出したのみで、作戦能力は健在であった。水雷艇からの雷撃後の、庭園公開海,海戦の後は、異界へで防備に当たっていたが、1895年2月5日に、水雷艇の野衆により雷撃を受けて格座。なおも、砲台として、戦闘を継続したものの9日には、陸上からの攻撃を受け損傷した。翌10日、 日本軍による露角を避けるために自沈艦長の竜歩み船も自決を遂げた。艦隊の一部は翌年引き上げられた。福岡県太宰布市には引き上げられた庭園の艦材を使った庭園館という記念館があり、門の扉は庭園の鉄板を使用している。館の玄関には館内の手すりと思われるもの、正面の梁に装飾を施した部材。 左手の縁側の下には、探偵の会を見ることができる。そこは、太宰府天満宮の神官の一人である、小野隆介の屋敷であったが、そこに資材を投じて建てられた。太宰府天満山道を登って右手案内所のそばに、庭園館があるが、前提は駐車場となっている。2004年9月に、中国の異海港で、復元館が浸水し、展示されている。 2019年9月に沈没した艦隊を発見したことが中国で報じられた。そして翌年の2020年9月には、イカイの流行島近海で重さ約18トンの庭園の走行鉄板を引き上げることに成功したと発表。鉄板を折っていた海底の泥を浚渫し、ワイヤで釣り上げた。全体で10時間以上かけた作業であったと現地にて報じられている。 ありがとうございます。